はい、なんでここに呼ばれたか分かります？撮影、はい、まあ、撮影は撮影ですけど、サムネ釣りの、いやいや、サムネ釣りじゃねえ、いつも通りサムネ釣りの、これが、まあ、あのポチリストの最後の動画になるかもしれないです。なるほど、うん、ガチで、ガチガチガチ。なんで、まあ一緒にね1年間住んでるんですけど、おじいさんと、うんうん、ちょっとしんどいなと。なるほど。で今日ちょっと全部言います、なぜ疲れたか。ああ、原因を、そう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 、ぶつけてくれると。うん、なるほど。で大丈夫ですか？疲れてます僕のせいで、これ。いや、そうそうそう。で改善してほしいんですけど、まあおじいさんの言い分もあると思うし、どっちも譲れんってなったら本当にここで解散しちゃいます、ポチリストは。うん、わかりました。わかりました。解散ということで。いや、違う、まだぶつけてないけど。ないよ。疲れたこととかぶつけるけん。最後、そんなボコボコに言われて解散よりも、もういいじゃないですか。解散するの。ガチですよ。あ、本当のこと言う。まあ、急に取ろうって言い出したもんね。うん、俺はもう言っとかないかんと思って。わかりました、じゃあ。ポチリストの。あの、は解散というか今から話し合いをみんなに見てもらって、どっちが悪いか決めてもらおう。あ、僕の悪いところを言ってくれるんですね。そうそうそう、めちゃくちゃ言うよ、うん、怒ってますね。マジでキレてます。喧嘩したことないもんね。うん、初めてちょっとじゃあチンにぶつけられるのかな。まあまあ一回じゃあ話し合おう。うん、はじめ。でまあ今日ね、おTの最低なところを友達にも知ってもらいたいなと思って、ちょっと友達呼んでます、今日も。まあほぼ一緒に俺で。まずじゃあ一つ目、はい、まあまあこれ最低というか、まあ、一緒に住んでて嫌だなっていう一面です。はい、これもめちゃくちゃマズカつきます。独り言がキモい。なるほど、キモすぎる。言った記憶ないです。ほんまに、うん、自覚あるもんやと思っとった俺に関しては。僕ら結構自炊多いんやけど、野菜見ながらね独り言をね結構言ってるんですよ。ナス見てね、今日のナスは病気かみたいなあ、土めっちゃついとるなみたいな。お、本当に一人やんよこれで俺の部屋がここにあって、こっちがキッチンやけん、ずっと聞こえるんよ料理中。話しかけてるんです、ずっと無視されようよ俺は今日のナス病気かってこう言うんやけど、ずっと無視されるみたい連発しようよ。いやいや、まあ、俺に話しかけられよんかなと思ってね、キッチン見に行ったよ。ほんなら野菜と喋るよって野菜と喋るか、ナスの看病しろみたいになってない。いや、ほんまにそうやったよ。お前病気なんかみたいな、タンラリーはしよったわラリーはありえんや、だって野菜から帰ってきよるやん、農家でもないぞ俺もありえんと思ったよ。でも毎日話しようよ、この勘弁しようし。これね、弁解させてください。独り言じゃない。違う、うん、あの野菜と話してます事実です。僕ね、食材と喋れるんですよじゃあやっぱりこの生活しよったら人と関わることがないやん、多分ね寂しくなる。うん、あ、あれよ、俺あのナスとかは喋るけど、もやしとかやったら全然無限に扱いよ。いやいや、とってバッサーお前デートと話してやるか。いやいや、陰キャ野菜とそんなことないよ、結構フレンドリーよ誰がや、めちゃくちゃ適当に痛みよ。いやいや、どう改善は何をしてほしいんだ。もう黙っといてほしい。いやいや、これはでも野菜から話しかけてくれるパターンもあるやん俺が話しかけよるパターンと野菜からのパターンがあるやん、その場合は許してほしいわじゃあその時だけ許すわ、ケンジだけね。じゃあ俺はあーって言うよりかもしれないわかりました、はい、改善します。1個改善、最低なところで一人ことか。いや、まだまだありますか。これ、まあ、NTR 事件と、まあ、書きましたけど、 NTR、 まだ NTR 好きだな。ヘキまだじゃないんですよ。第3次、第3次より古い話なんやけど、僕がね、まあ、いい感じだって、もうほぼ彼女だった子がいたんですよ、はい、もちろんエッチもしてましたし、デートとかも行ってたんですけど、でまあ僕がね連絡、まあ、取らなくなって未練もなくなった後ですよ、おじいさんが俺のとね、あの やりたいとやりたいとね直接言ってきないの。もう俺も未練なかったし、まあ、いいよって言ったり、やりたい休憩でね、これが素直な男ですから、やった後に感想をくれたんやけどいや、よかったんよ俺ね、ガバガバの方が行きやすいんよ俺俺ガバガバの方が行きやすいんよ、よかったわって。おい、素直すぎるやろおい、今でも覚えとる、あ、俺のガバガバやったんやと思ったもんそれでもあるやな、俺なんか今ちょっとマウント取られたかもしれない。お前からしたらガバガバじゃなかった許可取りましたから、これは僕被害者みたいに言ってますけど、やる前にあいつ非常にうまいよって言ってきたんですよ
プレゼンしていけばよかったんですよ。ちゃんと縦に揺れるよって。あとね、こんなの家でやったんやけど、俺ゴム持って行ってなくて、ただ名前やばいかなと思って、やる前に、うわ、俺ゴム持ってないわってなったら、あ、一個あるよーって言われて、チンが置いてて余ってたゴムを、チンの、それもお下がりを使わせてもらった。相模オリジナルの 0.02 やろ。あれ使わせてもらいました。ありがとうございます。もっとさ、俺のことを兄貴やと思えよ。兄弟ですからね。うん、もっとヘコヘコしろよ。はい、これ尖り出した。尖ってない。俺尖るとの人嫌いやん。それも言おうんやけど、尖ってるエピソードありますか。まあね、最近僕らのチャンネルでね、寒いに YouTuber ランキングみたいなやりましたよね。まあでもあれは2人話し合って、その軽くアンチを呼ぶようなやつもやっても広げれるんじゃないかって作戦でやってる。本当に思ってるんじゃなくて、いやでもなんか急にね、 YouTuber ディスる紹介動画みたいなやりだしたやん。天心さんにずっと滑ってるとか。天心さんは天心さんは滑ってる。普段そんな言ってないんだ。だからこそ動画でこのと思ったんやけど、おじさんの部屋にね、行った時にね、机の上に本が置いてあったり、その本が松本人志の衣装やったり。今その衣装を読んで尖るのがかっこいいと思った。違うよ違うよ、見たかったよ。もともと衣装は別に影響されてないよ衣装に。いやでもね、あの寒い動画出すのちょっと前やったよ。あれそんなん俺一番寒いやん。関係ないですよ。じゃなんであのタイミングだった。だから見たくて、衣装と松本人志っていう、松本人志ってやつもね、見るじゃないですか。松本人志ってやつも買っとる。あ、2つ買った一番その勢いがすごかった時の松本さんを見て、この勢いはどっから出てるんだと思ってこう観察して、ああ、なるほど、松本人志さんすごい尖ってるな思ってましたね。でまあなんか気づいたら、あんな動画が出てました。でもね、あの動画を僕見て思ったのは、あの松本さんと僕全然違います。松本さんは面白い尖り、うん、僕らの動画おもんない尖り。いやーこれ申し訳ない。まあこれね、ここに挙げたのはほんの一部ですけど、まあ、主にねここを改善してほしいよ俺は。で、まあ、これが改善されるのだったらもうボチリスト解散。わかりました、お疲れ様です。タッタタタタタタタ。皆さん、今までありがとうございました。努力しろよ。あ、じゃあ、俺も言わせてほしいわ。何やろ？めちゃくちゃありますよ。で、絶対に改善できる量ではないので、解散です。じゃあ、一応聞いてから解散してやるよ。やります？じゃあ言わせてもらうよ、お前の最低なところ。性欲お化け、見覚えありますか？いや、波だと思いますよ。波じゃないよ。今現在ね、陳さんね、コンジローマなんですよ。性病にかかってるんですよ。で、二人の冷蔵庫にね、チンチンに塗る薬を置いとんよ。嫌だ僕は。僕の野菜の横にチンチンに塗る薬があったらどうする？お前、あ、俺のナス、お前のせいで病気になったかもしれない。性欲が強すぎる。性病になるまでやるなよ。素人の女の子でやったんじゃないですからね。安すぎる風俗に行き過ぎた結果です、これ。風俗にね、俺よく行くんですけど、すぐ行きたがるんよ。旅行行ったら何について調べますか、皆さん、一番最初。観光地かご飯じゃないですか。おじいさんね、風俗のことばっか調べてます。で、この前タイ行ったんや。タイ行った時に、全く言語が分からんのよね。うん、で、こいつ、まあ、何でも人任せやけん。全く Google 翻訳開かんねん。で、俺がの翻訳して、拙すぎる英語でやり取りしてる。こいつ何のせんやん。俺途中言ったでしょ、ね。でも、夜になると、急に調べ出して、みんなまだナイトマーケットっていうご飯を食べよったのに、早くせな、ゴーゴーバーというタイのすごい風俗施設が閉まっちゃう。ピークが過ぎちゃうということで、めちゃくちゃ調べ出して。いや、でもこれ、いつも言わせてもらいたい。なんだよ。PED がどうとか言ってるけど、お前もその店で、もう聞かれただろ。はい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 、プラス料金払ってきましたけど、言っただろう。あの僕結局勝たなかった。だからこれ自分だったら僕勝つんですよ、うん、でも女の子のあれじゃ勝たなかったから、女の子の前でオナニーして帰ってきた。え、だってさ、数万払ってフィニッシュせずに帰るのはさすがの俺も無理やでけん。その女の子の方を触りながら、ちょっとステイステイステイって言いながら、ちょっと触ってくるけどね、ステイ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 って言いながら、キュッてなってオッケグッジョブ。あなたのせいで僕は3万円払ってオナニーしたんですよ、タイで。これでもね、俺が性欲お化けなんじゃなくて、おっきいさんが性欲なさすぎる説。これある程度ある。これでもお前、うん、ね、みんなだって旅行とか行ったらさ、絶対風俗は行くやん。いや、そんなことはないよ別に。いや、これはねガチやと思う。全員だってもうギンギンでそらタイ行っとるわけや。チンコ握りしめて行っとるわけや、タイに。お前ら飛行機や離陸するときチンコだよ。発射するブイーンってあげる。いや、別にその風俗を楽しみに行った方がええんよ。風俗だけで本気出すのが腹立つ。だお前が初めて Google 翻訳出したら風俗やぞ。プリーズプリーズ。シー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 。シ
すぎないよ。大分の時もさ、大分って温泉旅行じゃないですか。で、まあ、でも風俗行く感じで夜になって、しかもこいつ、なんか、嫌だって言う割に、風俗やったらもう誰でも行く。その、おばちゃん嫌いって言って、でかい女嫌いって言って、その時に行った女が、でかすぎて、普通の部屋やったら入らんけん、ビップルームに入れないかみたいな、でかい女行きよって、そいつとやって、で、俺、でかい女嫌なんよって言って、で、次の日になって、次の日は温泉旅行やけん、俺は温泉行くわって言ったら、チンが、もう一回行こうかなみたいな。いや、嫌だって、あそこ安いもん、みたいな。外寄って。いやいや、もう、ちっちゃいのに、でかい女ばっかり行くけん。その時、大分でのこいつのあだ名、リヴァイ兵長。巨人狩りで。大分のリヴァイって言われて。懐かしい、ね、懐かしい。顔に自信がある。最近はね、言わんなったね、ちょっと太ってから。昔ひどかったんや、ほんまに。まあまあまあ、イケメンでしたよ。ほんまに、かっこええ、かっこええって自分のことを言ってた。ボケじゃなくてずっと言ったもんね。で、これで、なんでかわからないけど、俺のことをめちゃくちゃ目の敵にしとったんや。オッティーはマジでブサイクやろ。ずっと言った。ほんまに。いや、オッティーはやばいやろ。顔面偏差値、いやいや、偏差値とかないやろ、みたいな。だって3、4年前の自粛期間とかのあだ名が俺に対してお前顔面コロナって言ってる。それ意味は聞いてないんやけど、あれはもっと自粛しろってことだ。それともソーシャルディスタンスを上げろってことだ。俺も今そう言われなりだったけど意味は聞かなかった。顔面コロナ。マスクだけでしょもね、立派やったね、あれ。マスクはちょっと、ね、そういう理由でしてないわ。あの、一回俺がさ、証明写真撮らない感じがあって、チンの家を撮って、で、チンの家の写真、証明写真撮って、で、でも、証明写真って何枚もくれるやん。6枚ぐらいパンって出てくるやん。1枚使ったらでも割れてる。残りいらんやん。でもう、チンの家に置いといたよ。もう捨ててくれるやん、思って。で、後日、チンの家行って、で、証明しようかな、思って、証明しゃーってしたら、あの、証明の的にされてた。便器の中に俺のフォアって。やばくない？あ、俺の証明写真やと思って。ちゃんと吸収力あった。で、俺その時さ、白っぽい髪やった覚えてる。ああ、そうやね。証明のせいでちょっと黄ばんどった。色落ちしとった。いや、覚えとるわ。ちょっとだとね、証明も行きたくなるしね。ちょっと当てに行くか、みたいな。楽しみやったね、あの時は。もうね、今考えたらお前ひどいな。俺への顔の扱い。まあもうこれは改善されてきてますね。太ってきちゃったんで、まあ自信がなくなりました。それでもまだ言われますけど。はい、でバカ。いやいやいや、皆さん分かると思います。バカなんです。地頭も頭もバカじゃないですか。でね、大学1年生の頃覚えてますか、僕に急にチンがあんまり言わないんですけど説得してきたんですよ。なんかいい話があると。いい話、いい話。俺のあんまり関わりのない高校の先輩がカフェで話してくれたんやけど、カフェで何かテンプレで聞いたことあるぞ。ビットコインボルトというのがビットコインボルトというのが今後流行るらしいよって言って、でそれをもう俺が聞いた時点で、いやチン、それはねマルチ商法と言ってあまり関わりのない人をはめるんですよ。そのお金は増えない、投資詐欺です言うたら、うん、そこでもうチンは僕に対してお前バカだなって。ビットコインボルトっていうのはもう上がる確実らしいって俺にも熱弁してきて、6万つぎ込んだら3年後に1000万になったいやそんなはずがないって俺はもう。俺は誘われたけど、いや、やらない。ほんならお前ちょっと俺のことバカにしとったよね。そりゃそうやろ。このビッグウェーブになぜお前は。言いよった言いよった。乗らない。お前ビッグウェーブに乗らないのか。6万は上がらなくても返してくれると。ここで6万を一時期預ける代わりに、数年後、1000万手に入れれるのに。なんでやらんの？バカじゃないの？っていうのを、第1ぐらいの頃かな、4、5年前、僕にめちゃくちゃ説得してきて、多分、未だに6万返ってきてました、ね。返ってきないよ。返ってきないです。元お金すら返ってきないの？言ってや。何ビットコインボルトって？あのね、これね、騙されたね。一攫千金みたいなこと言ったよね。俺はもう億万長者だみたいなこと言って、うん。あの、数年後、みんなでハワイ旅行行くけど、OT はほんの。あ、言った煽ってくるんよ。1000万あるけど、みんなで旅行行くけど、OT は連れて行かないよ、って。煽りよったよ、その時。めっちゃ酔った。まあ、焼肉ぐらいやったら怒ってやるか。でも俺は3年後、みんなでハワイ旅行で合流しとるけど、お前行けんよ。指くわえて待っとかんけん。お前は指くわえて待っとかんけん。6万円を今どれくらいって街もお前よ。懐かしい。懐かしいね。あと、バカで言うと、僕らもローカルテレビに出させてもらう機会があったんです。ほんならこいつめっちゃ気合入っとって、テレビってもたくさんいるひな壇とかじゃなくて、僕らがゲストでエピソードトークとか話していくみたいな、うん。めっちゃ緊張しとったよ。そんなん俺は大丈夫か。ほんならもうチームは俺は頭をフル回転させるために糖質をとって。炭水化物があれば俺はもうフル回転できるって言って、朝からめちゃくちゃ食うって言ったよね。で、まず買いよったらその見たら油そば買いたい。半分油やん。まあまあそれはまだわかるよ。お前豚しゃぶなんちゃらみたいなもんやったよ。でまあ糖質いっぱい取っていって、いざ本番やったら、あんまり喋らんない。
で糖質が溜まってないとダメだとか言ってたやつ、あんま喋らずに終わった後楽屋弁当みたいなの食って糖質ちょっと溢れさせて帰っていたよだけど帰りの新幹線上手やと思ってそでこちゃん可愛くねみたいな待て DM が今ここやけん一回じらすわ帰りの新幹線が一番面白かったなんでその時あんまり喋らなかったんで言ったら糖質取りすぎて血糖値爆上がりで下がって眠たかったらしいバカですねまだまだありますけどねいや本当にでどうなん解散はこれ直さないかん全部直さないかんよ性欲だけは譲ってほしいなじゃあバカの方も大丈夫なんですまだまだどうにかするわじゃあ改善していきましょう2人が今言い合ったことが改善されてなければ1ヶ月後こじりしのチャンネルなくなってますはい個人チャンネルとしてねやっていきます個人チャンネルになったら何するの何でもやるよそれいや何系でいくんかなの俺はそのネタ系あネタ系でいくんや俺なんかあのインタビュー系したい街頭インタビュー系したいジュキヤさんみたいなジュキヤさんみたいなのではないけど優勢だもんねああそっち系やりたいなお前女の子と絡みたい性欲お化けが治ってないぞお前やろでお前ダメよああいうインタビューとかしたらお前誰でも可愛い可愛い言うやんこいつあの見た目の好みじゃないんで小さな名言にマンコはマンコっていう名言チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね